わーい、お姉ちゃんと映画だ。っていうかついてきてよかった。だってお姉ちゃんと久しぶりに映画だよ。まあそうやけど、ところで何の映画なの？私も詳しくは知らんのやけど、世界的にすごい映画らしいで。へえ、楽しみだな。あ、始まるで。やっと、なんか人間らしい精神を取り戻してきた感じや。私たちは何を見てきたんだろう。マンポケかな。というわけで、今回は世界一長い映画についてご紹介していくで。レッツムービー。今回ご紹介していく映画は、ロジスティクス。2012年のスウェーデンの映画やな。もう悪夢ですね。その上映時間は35日と17時間。間違えてはいけない。35時間ではない。時間にして857時間。これはやばい。当然ギネスだろうな。まあもちろん実験的な映画の一つとして数えられるけど、なんとこの映画ギネスには登録されていない。そうなの？なぜに？ギネスに申請されてないのか詳しい事情は不明や。ただギネスには長い映画に関する項目の2つしかない。1つはオスカーを獲得した最も長い映画、もう1つは最も長い映画の予告編。後者に関しては後でご紹介しようと思うのでお楽しみに。世界で最も長い映画の予告編はどれくらいの長さか、みんな今のうちに想像しててね。ではこのロジスティクスがどんな映画か解説していこう。聞きたくもないけどな。映画はドキュメンタリー。歩数計がいかにして製造され、いかにして輸送され、消費者の元へ届くかを追った映像作品や。誰がそんなもんに興味持つんだよ。いや、テーマとしては結構面白いとは思うんやけどな。モッサンも1時間くらいの映画なら見てみたいって言うとったで。857時間から逃げるな。実はこの映画、以前は公式ホームページから全編視聴できたらしいんやけど、現在はテキストと画像だけしか残ってないな。実に3年。誰か視聴方法を知ってる方いたら情報を求む。モッサンに見せよう。まあ、映画についての概要はこんなところやな。やはり、857時間という時間に対して内容がなさすぎる。内容がないよ。ってな。内容がないよ。ってな。効果音をつけるんじゃないよ。でも、この映画の場合、内容がないというより箱という名の上映時間があまりにも大きすぎただけやけどな。では、次にこの857時間という数字が、どれだけの大きさの数字なのか見ていこう。は？まず、人気の海外ドラマ、ウォーキングデッド。間もなく最終話を迎えると言われる、この作品の、現在放送されている、169話まで全て見るのに必要な時間は約130時間。足元にも及ばない。ちなみに、このドラマのウィキペディアを見るのはおすすめしません。なぜに？登場人物の生死が、超わかりやすく書いてあるから。これどうなのよ。そして、当チャンネルの編集者、モッサンが自分のチャンネルでやっている企画、ロイヤルストレートフラッシュ RTA、ただひたすらトランプめくり続ける企画だよ。こちらが、2022年6月24日現在で約473時間。これに関してはいずれ抜くだろうな。あと35日間あると世界一周できるらしい。せめてこういう有意義さが欲しいところよ。857時間をどう捉えるか、それはあなた次第。誰に聞いても長すぎって答えると思うよ。それでは先ほどのギネス世界記録、最も長い映画の予告編についてご紹介していくで。待ってませんでした。どれくらいの長さかというと、なんとズバリ72分。間違えてはいけない。これは本編ではなく予告編だ。しかも、これはあくまでギネスに登録されている数値。なんと、他にも7時間20分のバージョンもある。間違えてはいけない。これは本編ではなく予告編だ。72時間のバージョンもあるらしいけど、それは見つけられなかったで。7時間20分のバージョンは、概要欄にリンクを貼っておくよ。みんなぜひ見てくれよな。そんで、この映画は何なの？おお、そうやった。これは、2020年12月31日から30日間かけて全世界同時上映された話題作。その名も、アンビアンス。30日間ということは上映時間は、そう、720時間やな。世界2位ということですね。せやな。しかし残念ながらこの作品を見ることはもうできない。なぜに？さっき話した2020年12月31日の公開が終了して、その後フィルムは破棄されてしまったとのこと。なぜ、そんなことを、それ含めてのアート作品ということちゃうかな。まあ、ぶっちゃけ予告編だけで十分だけども。せやな。というわけで、今回は世界一長い映画についてご紹介してきました。ロイヤルストレートフラッシュ RTA は7月11日現在諸事情により、お休み中だよ。アーカイブは400時間以上あるから、時間を無駄にしたい人はぜひ見てくれよな。そしたら、今回はこんなところで、まったのー。
ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。